生。お疲れっす。強くなりすぎないぐらいのコンボを教えてください。いや、コンボはでも、そうなんですよね。なんか強くなりすぎたら過ぎたで、気まずいじゃないですか、やっぱ。やっぱね、やる人は強くなるし。そうなんすよ。モチベーションがあるかないかだけの差なんで、ぶっちゃけ。はい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 。うん。めっちゃモチベあるんすよね、なんか。格ゲー、まだ弱くいてほしい層が、ちらほらいるんすよね、リスナーで。マジでどっちがいいんだろうな。でも、多分大事なのは、はいはいはい、その中の空気感じゃないですか。なるほど。その本人たち次第で、と思ってるんですよ。ぶっちゃけ、うん、ちょっと次の部活で空気感見ます。いいと思います、それで、うん、他のメンバー、クズハさんとかイブとかは裏でやったりしてんのかな。あ、一人が、うわ、マジか、しっかり繋がってくる。うわ、来たー、はいはい、でこれはうまいわ。あ、それ飛び込み大正義じゃん。うわ、ぶっぱ、うわ、これうまい、うまい、うまいわ、このタッグタイミング良かったよね。昨日も5時間やってた、すげえな。今多分クズハさんが一番うまいかもしれないな。クズハさんは確かになんか凝り性で、一回やり始めるともうとにかく結果出すまで やめない感じがするので、ちょっとクズハさんをストリートファイター5、なんか面白くなくなってきたな、飽きたなって思わせないためにも置いてかれないようにしないかなと思ってるんですよ。ちょっと多分クズハさんが納得できないぐらい、なんだ、周りと差ついちゃったらクズハさんそれで飽きちゃいそうだなと思って、ちゃんとついていけるようになんないとなっていうのはちょっとありますね。よし、よし、実況をしたら務めさせて。まずはエドはたまに苦手そうな、たまのキャンだよな。やばい。お、そっち恥ですよ。すいません、仕切り直していかがですか。3ゲージやばいよ。攻めが止まんねえ。はいはいはい、コンボもしっかり。いや、これちょっと、いや、やばいな。そうそう、これね、負けるんだよな。生態系が前、やっぱボコボコ、やば、百獣の王来た。いや、ほぼ体力減ってないですよ。いや、そうなんだよな。18フレーム。ダーッ！めっちゃ、たまたまですよ、たまたま。これは知るか？なんだ？やっちゃったね。マジか。最強。よし。はあ。ミナモード、ミナモード。さっき言わせて。ああ、神田様。やば。なるほど、本当にやばい。DX アッパーでまずボコしちゃってください。やっちゃってくださいよ。はい、もう歯の効かないから、うちの神田さんには。すごいよ、打つなって、そんなおもちゃなんても通らないっすよ。